はい、どうも、一分映画批評です。日本を代表するヒットメーカー、新海誠監督最新作、すずめの戸締まり、見てまいりました。君の名は、天気の子とかね、過去作いろいろ見てきてますけども、正直今作が一番好きかもしれない、新海誠監督の作品の中で一番好きかもしれない、いや、めちゃくちゃ好きだということで、すずめの戸締まりが新海誠監督作品の中でもズバ抜けてるなぁと思った二つの理由について、今回はお話ししていきたいと思います。ちなみにここからはネタバレありの内容となっておりますのでご注意ください。それではすずめの戸締まりが過去最高だと思う理由、一つ目が現実と地続きな舞台設定だからです。新海誠監督作品、特に君の名はとかね、天気の子の2作品においては、ボーイミーツガールをベースに入れ替わり、彗星の衝突だったり、天気を晴れにする力、長雨による沈没といった不思議な力プラス SF 的な災害をモチーフにしたお話で、もちろんね、今作のすずめの戸締まりもその定石通り、ボーイミーツガールベースの不思議な力プラス災害ものなんですけども、その災害っていうのが今回すずめの戸締まりでは日本に実際に起きてきた、例えば阪神淡路大震災、例えば東日本大震災といった実際に起きた被災者がいる、ある意味で未だなおリアルな苦しみの残る災害と直接的に向き合っている点の覚悟っていうのが、やはりね、劇場でもらえるパンフレットに記載があった通りに、震災に対する覚悟っていうのが感じられましたし、それに対して監督なりに逃げずに向き合って答えを出してきたなと。そして何よりすごいと思ったのが、単純なプレートのズレによる地震が人々を襲うのではなくて、かつてそこに人々が確かに暮らしていた、いろんな思いを抱えて暮らしていたけれど、少子化とかね、不況、災害、政治の愚策などにより人々がどこかに行ってしまった、誰もいなくなってしまった、忘れ去られていく場所に取り残された人々の記憶とか思いとかがミミズを呼び込み、地震を引き起こす。言い換えてみれば、誰かに忘れ去られようとしている、確かにそこにあったが消えてしまった人々の痛みや苦しみが今を生きている人たちに襲いかかるっていうね、災害だらけの日本だからこそぶっ刺さる設定、ミミズがぶっ倒れたら地震が起きる、かなり突飛な設定なんですけども、地震っていうのは実は過去にあった、過去に存在していた人々の思いや記憶が引き起こすものっていう設定っていうのは、君の名はとか天気の子にはなかった現実の重みっていうのを、こうファンタジー設定の中にも感じられて、かなりコミカルな演出とかダイナミックなアクションとかもあるんですが、新海誠監督がこれまでやってきたフィクショナルな災害ではなくて、現実と地続きに存在している災害を描く強度を感じられましたし、しかも鍵をかけることイコール大切にするって要素も加わっていて、まあそりゃそうですよね、鍵をかけるってことは大切にしてるってことですもんね。部屋勝手に入られたくないから鍵するし、自転車も盗まれたくない、大切にしてるから鍵をかけるっていうね、そういった鍵をかけるイコール大切にするっていうね、あるあるも相まって本当に圧倒されましたね。で、二つ目、二点目ですね。これはね、好みの問題もあると思うんですけど、物語の結末がミニマムな点です。これもやはり、君の名はとかね、天気の子との比較になってしまうんですけども、この二作は結局、ボーイミーツガール着地なんですよね。また、あの人に会いたいっていう原動力がどこかにあって、そしてそこに着地していくっていうことなんですけど、すずめの戸締まりに関しては、もちろんボーイミーツガールも要素もあって、ソータ君にもう一度会いたいっていう原動力もあるんですけども、それよりも、すずめの過去の記憶、家族、主に母親ですよね。母親を東日本大震災で亡くしてしまった。母親の喪失と向き合う。綺麗な記憶だけではなくて、綺麗な常世だけではなくて、自分の中に鍵をかけていた悲しい記憶とも向き合う、地獄のような常世とも向き合い、それと戦い、死にたくなるほど苦しかった自分の過去、死んでしまった方がいいんじゃないのかなとも思った自分の過去とも受け止め、それすらも肯定してあげるっていう、大災害ってこう一括りにされがち、一括りにして過去の出来事を一つにしてしまいがちなんだけども、そうじゃなくて、こういったね、スズメのような思いの一つ一つが、悲しい出来事の一つ一つが確かにそこに存在しているってことを改めて突きつけられたようで、本当にハッとさせられましたよね。
そしてちょっとね、最後触れさせてください。そんでやっぱね、こんにちは、さよなら、行ってきますっていう方のロードムービー、僕ロードムービー大好きなんですけど、ロードムービーっていうのもよくて、大切な出会いが積み重なってのスズメの再生、スズメの人生が一つずつ前に進んでる感じですよね。それも超良くて、君の名はとか天気の子にはあまりなかった、誰かと出会って別れてまたどこかで出会ってみたいな、その奇跡の美しさもあって本当に大好きな作品になりましたよね、はい、ということで、スズメの戸締まりは実際に起きた震災を題材にした強度、そんでそれに鍵をかけることイコール大切にするというテーマが素晴らしい点、そんでボーイミーツガールよりも主人公スズメの再生と工程を描いてミニマムけれど普遍的で温かみのある、しかもそのレンジがものすごく広いっていうね、その成長を扱っている2点において、個人的には新海誠監督作品の中で過去最高なんじゃないのかなと思いましたね、はい、それでは少し長くなってしまいましたけども、ここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画リオでした。